はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、前回韓国の Vlog を上げたと思うんですが、今回の韓国旅行でゲットしたものを紹介していきたいと思います。やっぱり韓国といったら最先端な国ですから、ファッションだったりコスメも今回チラッと買ったりとかしているんですけど、今回も紹介していけたらいいなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきたいなと思います。ではまず本当に少しなんですけど、コスメをゲットしたのでそれを紹介していきたいと思います。今回のコスメは結局Q10とかに置いてあるコスメもあったりするので、今回はちょっとそういうものはあんまり買ってないんですけど、これは多分日本では買えないんじゃないかなって思うコスメがあったのでそれを買ってきました。こちらがじゃじゃん、この2つなんですけれど、これがリアーナがプロデュースしているフェンティのコスメになります。どっちもリップなんですけど、 Vlog をね見てくれた方はご存知かもしれないんですが、ロッテモールにセフォラがあったんですよ。でセフォラって結構そういう海外系のコスメが置いてある、なんていうの、アットコスメ的な感じのお店なんですけど、多分日本にはないと思うんですよね。セフォラって通販とかだったら買えると思うんですけど、実店舗があって、でセフォラあると思って入って、でフェンティのコスメ私使ったこと一回もなくて、でもすごい気になっていて、やっぱいいなと思ってちょっと軽く手に取ってたら、なんか店員さんがもうほぼ強制のようにパッケージに何かをつけてくれて、あんたこれ買うんでしょ、はいみたいな感じで、ほぼほぼ強制だったんですけど、でもすごい可愛い色なので、まあ買って私的には後悔はないんですけど、今回は2つゲットしてみました。こっちが結構マット系で、こっちがちょっとツヤのあるタイプになります。結構大きめなのでちょっとバッグとか幅取っちゃうんですけど、でも本当にこれ色味が可愛くて、こっちのリップはちなみにデイ3、3日目の時につけてました。 Vlog でもつけてたんですけど、結構これはブラウン味の強いリップですね。すごくマットなリップ、塗り心地は本当になんかこうただの液を塗ってる感じっていうか、なんかほんとサラサラとした感じで、これが乾くとすごくマットになるっていう、本当に結構海外のマットリップとかでよくあるような感じのリップなので、めちゃくちゃ発色いいです。ほんとつけすぎには割と注意かなっていうぐらいの発色の良さなんですけど、ほんと深めのブラウンで可愛いんですよね、めっちゃ。でこっちが見ての通りちょっとオレンジがかった、これも割とブラウン系のリップなんですけど、こういった感じでアプリケーター結構太めでグロスっぽい感じかなのリップですね。こういった感じの本当もうオレンジ味の強い色、まあ、やっぱりこう海外コスメならではな感じの発色というか、このカラーもすごく可愛いなと思ったのでゲットしてきました。まあ、やっぱ日本ではちょっと手に入れがたいのリップなので、これは買ってよかったなと思ってます。ということで、ではもう早速ちょっとお洋服の方に移っていきたいなと思うんですけれども、まず1店舗目がじゃじゃん、こちらのグローニーでゲットしたものを紹介していこうと思います。これはまあ Vlog でも載せてたんですが、2日にわたってまず入店からチャレンジしまして、でもほんと開店と同時、開店よりちょっと前ぐらいに行って、なんとか入れたお店です。本当に人気でした。私が今回行った中では一番入るのすら難しいお店でしたね。やっぱ今をときめくっていう感じのブランドさんだと思うので、現地でも本当に人気だったんですけど、グローニーでは1点ゲットしてきました。これは Vlog でも載せてたんですけど、ちらっとこちらのパンツをゲットしてきました。こんな感じの若干フレアになったパンツなんですけど、なんかグローニーってこういうすごくシンプルなちょっと海外っぽいシルエットのお洋服とかがすごくたくさんあって、結構そういったお洋服たちが人気というかメジャーなお店だと思うんですけど、店内も結構海外のお店というか、ブランディ・メルビルとかとちょっと似てる感じかなのお店になってて、でこのパンツもこの後ろにね、アイラブグローニーって GY っていう感じでプリントされてるんですけど、このアイラブプリントが結構今流行りのデザインで、私もアベンマーからちょっと作りたいなと思って今いろいろ考えてるんですけど、アイラブニューヨークっていうメジャーなスーベニアティーというか、この感じが今すごく可愛くて、このパンツのウエストの部分についてるのすごい可愛いなと思って、
ってゲットしてきました。形もなんかちょっと足にフィットしてくれる感じですごい使いやすい感じの形で可愛いですし、でこのウエストの部分は今これ折り曲げてあるので後ろ見えるんですけど、伸ばして着ることもできるので、伸ばしてきたらまあ普通にシンプルな黒のパンツとして履けるし、ちょっとウエストの位置も高くなるかな。でこれ折り曲げて履くとまあ結構ローライズな感じでも履けて、シンプルなんですけどすごい着回しもできそうで、生地もすごく気持ちよくて柔らかくて楽ちんなパンツです。ちなみになんかね、名前何って聞かれてこんなカードもつけてくれました。かわいい。ということで続きまして、 Vlog ではちょっと持ってなかったかなと思うんですけど、前回韓国行った時にマルディの方に招待してもらって韓国前行ったんですけど、今回もちょっとマルディの方に連絡をする機会があって、また韓国行くんですって言ったら、あぜひじゃあマルディ来てくださいみたいな、また招待してもらって、で何点か好きなものを選んでくださいって言ってギフトしていただきました。ありがとうございます。そうなので、まあ、それもちょっと紹介しようかなと思います。今回3点ギフトでいただいたんですけれども、まず1つ目がじゃじゃん、こちらのジャケットでございます。こんな感じの紐だったジャケットになっていて、本当に真冬とかにも着れそうなコートジャケットみたいな感じかな。結構ねこのジャケットオーバーサイズなんですよ。私身長169あるんですけど、私でもすごくオーバーに感じたので、割と元々の作りが、これフリーサイズなんですけど、元々の作りが大きめなジャケットかなと思います。シンプルなデザインですごく上品なジャケットになっております。でここの袖口のところにこんな感じでタグがついてますね。肩パッドも入っていて、すごくシルエットも綺麗なジャケットです。色もちょっとオートミールっぽい感じのカラーになってて、とても大人っぽく着れそうなジャケットになっております。アルパカオーバーサイズジャケットって書いてあるので、多分アルパカの毛かなを使われてるジャケットかなと思うんですけど、このタグのところも赤い糸で刺繍してあったりとかして、そこも可愛いですし、シンプルなので本当にいろんなコーディネートに合わせやすそうかなと思います。では続いて2つ目がじゃじゃん、こちらのカーディガンでございます。結構マルディのカーディガンって人気だと思うんですけど、この胸元のところにお花のね刺繍がされていて、私今回ネイビーをチョイスしました。結構いろんなカラーバリがあって、ブラック、ホワイト、ブラウン、ネイビーみたいな、グレーみたいな、結構こうベーシックなというかカラバリもあるし、ちょっとカラフルなピンクとかブルー、イエローとかもあったかな。本当にたくさんカラバリがあって、であとこの首元のところも、これは丸首になってるんですけど、 V のものもあったりとか、この刺繍のところがちょっと違うデザインもあったりとかして、本当にたくさん種類があったんですけど、今まで私あんまりカーディガンとか着てなかったんですけど、この前のピンタレストの再現コーデって言って、ベアのコーディネートを再現した時に、あ意外とカーディガンって可愛いかもと思って、そう、そのきっかけでカーディガンもいいなと思ったので、今回こちらのカーディガンを選ばさせていただきました。ネイビーで本当にベーシックなカラーなので使いやすそうだし、これトップスとしても着れるし、羽織としてももちろん着れるし、なんかまあインナーというか中にこう防寒として着るのもいいかなと思うので、本当にいろいろと使い回しできそうかなと思っております。サイズ感も本当にちょうどよくて、私で大きすぎずちっちゃすぎずって感じで、ジャストサイズで着れる感じのサイズ感になっております。ということで続いてのラストなんですけど、ラスト3つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。このウィンブレというかシャカシャカのトップスなんですけど、もともとまあサイトで見ててすごい狙ってたアイテムなんですけど、スポーティーなデザインのトップスにこのエンブレムっていうのがすごいバランスが可愛くて、なんかスクールガールっぽいような感じで着れそうなアイテムかなと思うんですけど、この色味もめちゃくちゃ可愛くないですか。やっぱ私はボルドー好きだし、これゴムのところがちょっとラメが入っててキラキラしてるんですよ。それもまたすごい可愛くてとっても気に入ってるトップスです。これは割と大きめな作りですね。オーバーサイズな感じでダボっとゆるっと着れそうなサイズ感になっております。はい、ということでマルディは以上になります。では続きまして、じゃじゃん、こちらシャロームでゲットしたものを紹介していこうと思います。シャロームは動画にも出してると思うんですが、まあ、私がずっと気になってたブランドって言って、前に一人で韓国行った時に初めてお店に実際行けて、その時も結構ね
たくさんゲットしてきたんですけど、今回も絶対行きたいなと思って行ってきました。でゲットしてきました。まず1点目がじゃじゃん、こちらでございます。ちょっとまだ開封してないんですけど、じゃじゃん、こんな感じのジャージっていうかトラックジャケット、ニットトップスなんですけど、このリブのねニットのトップスなんですけど、やっぱり私スポーティーなアイテム結構好きなのでよく着たりもするんですけど、このトップスもちょっとスポーティーさもありつつ、でこの胸元にシャロームってバーってでっかく刺繍かなされてて、それもすごく可愛いですし、確か結構カラバリもあって、なんかもっとジャージっぽいちょっとつるっとした光沢感のある素材のものもあったし、リブはホワイトだけだったかな、ブラックとかもあったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、いろんな素材いろんなカラーであったんですけど、私は今回このホワイトのリブのトップスにしました。ホワイトなので本当にいろんな着方ができたり、いろんな着回しができたりするかなっていうのと、あとこのリブ素材っていうのもすごく可愛くて、私はそこも気に入ってます。生地感も柔らかくて着やすい感じの生地感で可愛かったのでゲットしてきました。ちょっとガーリーなスカートとかに合わせても可愛いし、デニムでももちろん可愛いし、ナイロン系のパンツとかでも可愛いし、本当にいろいろと着回せるアイテムかなと思います。続いて2つ目がじゃじゃん、こちらのバッグをゲットしてきました。ウエストポーチかな、これこの前早速使ったんですけど、このバッグは私シャロームのインスタで見ててすごい可愛いなと思ってずっと気になってたアイテムで、多分シャロームってどうだろう、今わかんないんですけど、バイマとかならあるんですけど、日本で買うのがちょっと難しいので、今度なんか韓国行った時に行けたらいいかな、見れたらいいかなと思ってたアイテムで、でそう今回の旅行で行った時にまだあったので、こちらをゲットしてきました。本当に使いやすくて、ここになんかリップとかを入れれるちょっとしたスペースが あるのと、あとこっちにはもうちょっと大きめのポケットがついてて、小物系ミラーとか目薬とかちょっとそういうの入れたりとかして、本当に必要最低限の荷物で出かけられるっていうのと、まあ、やっぱりこうウエストにつけてたらポイントになって可愛いっていうのと、あと両手が空くので本当にそこも楽ちんで、実用性もあるしデザインも可愛くて、こちらも買ってよかったなって思っております。ちなみにベルトの長さはもちろん調節できるようになってるので、自分の好きなちょっとハイでキュッと締めてあげてもいいですし、ちょっと落としてつけてあげても結構今っぽくて可愛いかなと思います。このスタッツが可愛いですよね。確かね星もあったと思うんですけど、私が見に行った時はハートしかもなくて、このスタッツが本当に可愛いなと思ってゲットしてきました。ということで私が、買ったものは以上になるんですけど、その Vlog でも言ってたんですが、私のことを覚えてくださっていて、入った瞬間にウニちゃんがあーみたいな、わかるみたいな感じで言ってくれて、そうなんか私がその YouTube だったりとかインスタとかでシャローム紹介というか、まあタグ付けしたりとかしてたのを見て、お店に行ってくれる方が結構本当にいらっしゃるみたいで、私が行った前の日も私の、まあ、何かしらを見て来てくれたっていう方がいたらしくて、それを伝えてくださって、あそこのね翻訳機能とか使って、私のおかげで本当にたくさんの方が来てくれて本当に嬉しいみたいな、私がまたお店に行って会えたのも本当に嬉しいみたいな感じですごい言ってくれて、会えてよかったって言って、なんとシャロームでもギフトをいただいてしまいました。嬉しい本当に、でも本当にそれもみんなの伝えてくれてるおかげなので、本当にありがとうございますなんですが、そのいただいたものもちょっと紹介できればなと思います。2つ入ってまして、まず1個目がじゃじゃん、こんなとても可愛いアウターをいただいてしまいました。なんかシャロームの新作をよかったらプレゼントしたいっていう風に言ってくださって、ホワイトのキルティングのブルゾン、お花柄のめちゃくちゃ可愛いブルゾンをいただいてしまいました。で胸元にはこんな感じで刺繍も入っております。まあ、帰国してからこれ実際に来たんですけど、めちゃくちゃあったかくて本当に嬉しい。もう一個ありまして、もう一個これと同じ生地のバッグかな、こんな感じのバッグも一緒に入れてくれてました。ちょっとこうスポーティーバッグというか、なんかジムだったりとかヨガとか行く時とかに使えそうな感じの、なんか昔のちょっとアメリカの映画とかのヨガに行く、ヨガじゃなくてもいいんですけど、そういったところに行く時とかに使ってそうな感じのバッグ、伝わるかなこれ。この2つをねギフトでいただきました。
結構こういったお花柄って割と流行りのアイテムでもあったりすると思うし、結構私も気になってはいたんですけど、なかなかやっぱ普段とはちょっと違う感じの系統かなと思うので、挑戦したことはあんまりなかったんですけど、これを機になんか私なりにちょっといろいろと使っていけたらいいなと思ってます。ありがとうございます。ということでシャドームは以上になります。続いてでラストのブランドなんですけど、じゃじゃん、こちらのオープンプロダクト、名前がね変わったのかな、ちょっと私あんまり詳しくないんですけど、そこら辺なんか今はオープン YY オープニーみたいな感じかなっていうブランド名になったのかな、ちょっと変わったかもしれないんですけど、 The Open Product でゲットしたものを紹介していきたいと思います。このブランドさんは本当にデザインが可愛いアイテムが多くて、でそう、ちょ本当にまさにこれがブラックフライデーこの前あったんですけど、その期間に私ちょうど渡韓してて、結構いろんなお店もブラックフライデーセールみたいな感じでやってたりしたんですが、そのブラックフライデーのイベント的な感じで、このオープンプロダクトのハッピーボックス的な、ブラックフライデーボックスって言って、中身は何が入ってるか分かんなくて、3個ぐらい種類があってお値段で分かれてるんですけど、10万ウォンと15万ウォン、30万ウォンみたいな段階がありまして、ちょうどその情報をインスタで見ててすごく気になってて、1日まあ30個ずつぐらい限定とか書いてあって、でちょうどその期間中が私の渡韓のスケジュールとあったので、これは行くしかないと思って、まあ、Vlog でもねちょっと朝早めに行って、で並ぶ系かと思ったら全然全く人いなくて、あ、こういう感じなんだと思ったんですけど、そこで無事にこのお目当てのボックスをゲットしてきました。私はちなみに真ん中の15万ウォン、まあ、なので日本円で、まあ、今ちょっと日本円がねあんまりお得ではないので1万6000円7000円ぐらいするかなと思うんですけど、こちらをゲットしてきました。なので、まあ、ちょっと私はもう中見ちゃったんですけど、福袋的な感じで見ていこうかなと思います。ちなみにこの15万ウォンはだいたい40万ウォン相当のアイテムが入ってるみたいな感じだった気がします。ということでまず一つ目がじゃじゃん、こちらでございます。まあ、これが一番目玉というか、まあ、大きなアイテムかなと思うんですけど、こちらのアウターがまず1点入っておりました。ほんとブラックのシンプルなブルゾーンって感じで、めちゃくちゃ使いやすいアウターだなと思って、これはまあ良かったかなって思ってます。ちょっとなんかフェルトっぽい感じの素材で、袖とかはこうリブになってたりして、こう素材が切り替わってるブルゾンなんですけど、ダブルジップにもなってるので好きな感じでシルエット作れるし、結構重みもしっかりとあって割とあったかそうなアウターです。これだけでも多分ね15万ウォン以上はすると思うんですよね。え、待って、40万ウォンじゃないかもしれない。これでもうすでに34万9千ウォンなので、3万5、6千円ぐらいかな、は全然するアイテムですね。まず1点目、こちらのアウターです。続いて2つ目、じゃじゃん、こちらのベストが入っておりました。グレーのほんとシンプルなニットのベストなんですけど、これは割と大きめですね。ワンピースまではいかないけど、割とオーバーサイズなベストが入っておりました。なんかちょっと編み方も変わってたりとかして、なんかこれイラストというかなんかの柄になってるのかな、ちょっとわかんないんですけど、シンプルなグレーのベストですね。あんまりベスト、こういうベスト着ないので、ちょっとこれは私的にはどうやって使おうかなっていう感じなんですけど、これが2つ目です。続いて3つ目が、じゃじゃん、こちらのフーディーが入っておりました。このフーディーは結構私的には使えそうかなって思ってます。まあ、グレーでシンプルな感じで使いやすいかなっていうのと、あとこの紐もねちょっと色変わってたりとか、この胸元のところにもワッペンがこんな感じでついてたりとかして、丈感も割と短めでシルエットも可愛くて、袖もこういった感じでちょっと切り替えされてたりとかして、結構このトップスは割と使いやすそうだなと思って良かったかなって思ってます。続いて4つ目が、じゃじゃん、こちらのパンツでございます。スウェットパンツが入ってました。裾にちょっとこういうペイントがチャチャチャッとついてる感じのスウェットパンツで、裾はちなみにこれアジャスターついているので、こう絞って履くこともできるし、広げて普通に履くことも
できるっていう感じの 2way になっております。このパンツは、まあ、私の普段の系統とかではないんですけど、普通に使えはするかなっていう感じ。私はまあ部屋着としてこれは着ていくことになるかなと思います。ちなみに後ろもこんな感じでペイントついてるんですけど、犬がいるんですよ。これがね結構かわいい何の犬だろう。ちょっとワンポイント入っててここがかわいいです。ちなみにこれはね裏肝になっていて、すごいあったかいので本当に部屋着として活用していこうかなって思ってます。続いてでラストかなになりますが、ラストがじゃじゃん、こちらです。このポーチ、ウォレットがついてきました。これはちなみにミラー付きのポーチになっております。ワイワイって刺繍がされてて、カラーがねちょっとミントグリーンというか結構淡めな感じのカラーで、私は普段こういうカラーを自分で選ぶことはないんですけど、これすごい色が可愛くて結構こちらは気に入ってます。それこそなんか普段のお財布は別であるので、海外で使う用の財布みたいな感じでも使えるし、さっとカードだったりとか小物系を持って出かけたいっていう時とかにも使えそうだなと思って、結構これはいいなって思いました。ミラーもついているので必要最低限の荷物だけ持っていきたい時とかさっと持って出かけれるのがいいかなって思ってます。でまあなんかこの紙袋とは別でもう一個袋があって、まあこちらなんですけど、こんな感じのシルバーのすごく大きめなバッグもついてきました。裏はこんな感じでワイワイ入ってます。これもまあ可愛いですね。旅行とか行くときは機内持ち込みのバッグとしても使えると思いますし、何かしらで使えるようなバッグも入ってきました。ということでこのオープンプロダクトのブラックフライデーボックスは以上になるんですが、ラストもう一点だけこのオープンプロダクトで普通にゲットしたお洋服があるので、それを紹介しようと思います。じゃじゃん、こちらのトップスをゲットしてきました。これも Vlog でも試着してるとこちょっと載せたかなと思うんですが、何柄かは分かんないんですけど、デザインもそうですし、カラーも私的にはすごい可愛いなと思ってゲットしてきました。このシルエットもねなんかぴったりともしすぎず、ブカッともしすぎずで、今っぽい感じのシルエットのトップスで、とっても可愛くてお気に入りです。素材がねちょっとジャージっぽい感じというか、若干伸縮性があってスポーティー系の素材で、この素材感もすごく着心地も良くていいなと思ってゲットしてきました。はい、ということでこのような感じで今回私が韓国でゲットしたものは以上でございます。今回は結構まあこのボックスがたくさんありましたけど、私的には思ったより自分でこう買い物したものは少なかったかなって思います。でも今回まあ合計で多分5日間ぐらいからフリーで過ごせる日数があったんですけど、本当にその後半ですね、エリちゃんと合流したタイミングで体調崩してしまったので、本当はもっとエリちゃんといろいろお店回ったりとかカフェ行ったりとかいろいろしたいなと思ってたんですけど、それがもうできなかったので全く。まあでもそもそもの話、キャリーケースに多分入らなかった限界でしたね多分これがもう一個まあ手荷物のねバッグは持ってたんですけど、それも、まあ、このブラックフライデーボックスで結構満帆になったので、まあ、多分これ以上普通にお洋服とかを買うのは物理的に多分無理だったかもしれないですね。もし体調が良かったとしても。私が韓国行く時は大体まあショッピング目当てで行くことが多いんですが、今回はでもショッピングもできたし、いろいろとこうグルメとかも満喫できたかなと思うので、今回の旅行もとても楽しかったです。今年はもうさすがに行かないんですけど、来年もまた韓国ほんと近いのでショッピングしに行ったりとか旅行に行ければいいなと思っております。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。